二か簡単に挨拶する。練習しましょう。1、例事務室で手紙を書いた、先生が。先生が事務室で手紙を書かれました。1、コンピュータを使う、先生が。先生がコンピュータを使われます。2、 三時に空港に到着する、お客さんが。お客さんが三時に空港に到着されます。三、会議で新しいプロジェクトを発表する、社長が。社長が会議で新しいプロジェクトを発表されます。二、零、明日来ます。明日来るって。一、 田中さんは7時に戻ります。田中さんは7時に戻るって。2、2> アレックスさんはお酒が飲めません。アレックスさんはお酒が飲めないって。3、木村さんはコーヒーがあまり好きじゃありません。木村さんはコーヒーがあまり好きじゃないって。3、0、荷物が多くて、 大変そうな様子。持つ。あの、一つお持ちしましょうか一、駅までの行き方がよくわからない様子。駅まで送る。駅までお送りしましょうか二、商品の使い方を知りたい様子。説明する。ご説明しましょうか三、3 傘がなくて困っている様子。貸す。お貸ししましょうかこれで OK。おはようございます。あ、おはよう。今日も暑いな。そうですね。毎日暑いですね。あ、今朝の新聞を読まれましたかいや、まだだよ。アメリカでまた新しい映画の制作の発表があったみたいですよ。そうか。 また忙しくなりそうだな。今日、東洋映画の加藤さんが東京に来られるって、昨日決まったんだ。何時に到着されるんですか ?3 時の飛行機だって。すぐこちらに向かわれるみたいだよ。4時には加藤さんと打ち合わせをするから、準備を頼むよ。はい、わかりました。練習したアレックスさん。今朝は挨拶ができました。 さあ、忙しい一日の始まりです。どんどん覚えましょう。1、1> レポートを書きましたかレポートを書かれましたかレポート書いた 2>, ?2、昨日何時に帰りましたか昨日何時に帰られましたか昨日何時に帰った ?3、 今朝の新聞を読みましたか今朝の新聞読まれましたか今朝の新聞読んだ ?4 大学で何を教えますか大学で何を教えられますか大学で何を教える ?5 英語を話しますか英語を話されますか英語話す ?6 今朝何時に起きましたか今朝何時に起きられましたか今朝何時に起きた <7 S 1> 今夜のパーティーに来ますか今夜のパーティーに来られますか今夜のパーティーに来る ?8 傘を持ってきましたか傘を持って来られましたか傘を持ってきた